今日も見てくれて嬉しいんだぜ。ゆっくりマリサだぜ。今回も、小ネタになるので、短い時間ですが、最後までお付き合いいただければ、嬉しいんだぜ。今回は、現在更新工事が進んでいる、首都高速の、ETC 専用入り口の紹介だぜ。首都高速は、現在 ETC 車専用化へ向けて、工事を行っており、2022年4月1日の時点で、29箇所。2022年度中に、35箇所の入り口が、ETC 専用へ更新され、2025年には160箇所、9割の入り口が ETC 専用になり、2030年には、すべての入り口が ETC 専用になります。そんなわけで、今回は先日 ETC 専用の入り口に更新された、9号深川線の木場入り口が、どんな風に変わったのか紹介するぜ。まずは、変更前の木場入り口の映像から見ていきます。この先を左折すると、入り口だぜ。入り口には、緑の首都高速入り口の案内や、電光表示板で交通情報などがある。いわゆる首都高の入り口だよな。この先は、2車線になっていて、左は ETC 専用。右は、ETC 一般のゲートになっていたぜ。ここで、右レーンの液晶表示に注目だぜ。デジタルのために、ちょっと映像が消える時があるけど、ETC と一般の表示があったんだぜ。今まではこうした表示で、ETC 車載機を搭載していない車両は、一般と書かれた表示のゲートを通って、直接現金を支払っていたんだけど、今後 ETC 専用の入り口のみになると、このあたりが変わってくるぜ。ちなみに、今のところ ETC 専用になるのは入り口だけで、出る場合には、ETC を積んでいない車も、どこからでも出ることはできるぜ。その部分が、最近増えてきた、ネクスコ管轄の ETC 専用の、スマートインターチェンジとは違うから注意してくれよな。さて、次は ETC 専用入り口に更新された、木場入り口を見ていこう。首都高速の案内板の左側に、紫色の、ETC オンリー、の案内板が追加されたぜ。そして、映像ではちょっと見づらいけど、入り口の路面が、紫色になって ETC 専用と大きく書かれたんだ。このあたりです。そんでもって、大きく変わったのが料金所だぜ。ETC 車は、そのままだけど、右側のレーンに注目してくれ。右側は、水色で表示された、サポートレーンに変わったんだ。このサポートレーンは、誤って ETC を積んでいない車が、料金所に入ってしまった場合に利用するレーンで、インターホンで、係の人から指示を受けて、対応するレーンだぜ。場所によっては、ETC とサポートになってるケースもあるぜ。また、車載機のトラブルやカード未挿入の場合など、急遽 ETC が使えない時に、手前で車載機から警報が鳴ったりするので、そんな時はやはりここを利用して、係の人から、指示を受けてくれよな。さて、ここで重要なのは、料金所の手前であっても、すでに首都高速の入り口へ入ってしまった場合、絶対にバックや U ターンはダメだぜ。間違えて入っても、法律で罰せられるわけでもないから、ちょっとお金や余計な時間が、かかるかもしれないけど、事故防止するためにも、そこだけは、注意してくれよな。とはいえ、どこの入り口が ETC 専用になっているのか、現地に行ってみないとわからない状況では困るので、首都高速さんのウェブサイト、首都高ドライバーズサイトで、現在どこの入り口が ETC 専用になっているのか、簡単に確認できるので、ETC 未装着の車で、首都高速を利用する場合、事前に確認しておいてほしいんだぜ。URL は、概要欄に貼っておきます。これから見方を紹介しますので、ご確認ください。まずは、こちらがトップページです。上にあるメニューの、右から2番目、料金、ETC、割引情報にカーソルを合わせます。ここに、カーソルを合わせると、たくさんのメニューが表示されるぜ。一見すると、メニューが多いので混乱するかもしれないけど、ここでは、ETC についてではなく、左側の料金情報にある項目で、メニューの一番左下の、料金ルート案内を、クリックして、別の画面を開いてください。この画面では、料金やルートに関する検索ができるんだけど、ETC 専用入り口を確認する場合は、
画面の半分から下の検索ページを閉じてメイン画面だけにしてください。この状態で画面を下にスクロールすると首都高速の地図が出てきて、そこに出入り口の表示があります。この地図の中にある出入り口の名前が紫色で囲まれているところが現在 ETC 専用の入り口になっています。ちょっと地図が細かいので、右上にある拡大をクリックすると見やすくなると思います。地図が大きくなりました。こうすると、どこが ETC 専用になっているのか、わかるんだぜ。地図上のインターチェンジの場所にカーソルを合わせると、ETC 専用の場所は、表示も出てくるんだぜ。この表示にもあるように、ETC 専用は入り口だけなので、出口から出る車は、ETC の有無は関係なく利用できるぜ。ちなみに、ETC 専用ではないところにカーソルを持っていくと、インター名が表示されるから、読み方がわからない地名なんかの場合にも、検索代わりに使えるぜ。首都高速も、時代とともに進化していくんですね。必須についていかなければ。それでは、今回の小ネタはこの辺でお開きにしたいと思います。これからも、みんなが安全運転で、快適なドライブを楽しめますように。ご視聴ありがとうございました。次回も見てくれよなー。